インコースになってサンライズホープ、馬群の中にアルクトス、中段馬群にレッドルゼル、直線コースに向かいます、15番、テイエム・スタウスさん先頭、残り400坂を上ってきてリードを1馬身、そらし2頭の外に持ち出して、カフェ・ファラオが追い上げてくる。